恵方巻き、恵方巻き、恵方巻きとは、節分に恵方を向いて、無言で食すると縁起が良いとされる巻き寿司のこと。章と大阪発祥の風習と言われているが、その起源の定説は未だ存在せず不明な点が多い。現在は、節分の夜に、恵方に向かって、願い事を思い浮かべながら丸かじり、丸かぶりし、言葉を発せずに最後まで一気に食べきると願い事が、叶うとされる。 目を閉じて食べる、あるいは、笑いながら食べるという人もおり、これは様々である。また、太巻きではなく、中細巻きや、手巻き寿司を食べる人もいる。近畿地方の表現である、丸かぶりという言葉から、もともとは商売繁盛かな内安全を願うものでは、なかった、との考察もある。民族学において、フォークロリズムに関する研究題目として扱われる、ことがある。 恵方巻という名称は、1989年にセブンイレブン船内店、広島市中区の野田静迅が、大阪には節分に太巻き寿司を食べる風習があると聞いて仕掛けたことにより、1998年から全国へ広がり、2000年代以降に急速に広まった。それ以前に恵方巻と呼ばれていたという文献類は見つかっていない。その他には、幸運巻寿司、 ほう寿司、小福巻などとも呼ぶ。太巻きには七種類の具材を使うとされる。その数は商売繁盛や無病息災を願って七福神にちなんだもので、服を巻き込むと意味付けされる。別の解釈もあり、太巻きを逃げた鬼が忘れていった金棒を、鬼の金棒に見立てて、鬼退治と捉える説もある。具材は特定の七種の素材が決まっているわけではないが、 代表例として一家が用いられる。なお、七種類ではない場合もある。また、大正時代から昭和時代初期には漬物がたびたび揚げられた。他にも焼き紅酒、かまぼこ、カニ風味かまぼこ、コ野豆腐、シソ、大葉、蜜葉、ほうれん草、生姜、菜の花、人参などが使われることがある。2000年代以降では、サーモン、イクラ、イカ、エビ、マグロ、 ネギトロ付けマグロなどを使い、海鮮絵法巻と称して、店頭で売られていることもある。口述、具材の種類数でも7種にこだわらず、2種や5種などと少なくしたり、11種12種15種など多くする場合もある。市販の絵法巻には、普段は口にしない食材も含み様々な具材が使われ、切らずに丸かじりしているため中身が見えにくい。 アレルギーの原因となる具材を見落とすリスクがある。節分のついな豆まきと鬼は、もともと宮中大晦日の行事であった。都市徳神のいる明け方、絵法へ都市徳棚の向きを合わせ持ちを飾り都市神を迎える正月の習慣は、今も平安京内浦南にある上泉園で行われる大晦日の都市、徳人栄法回し、片互い式にて見られる。 明治時代の辞書では年越しは、大晦日と節分を意味していた。新歴へ移行する前は、正月と立春は、おおむね二月であったため、立春前日の節分と、正月前日の大晦日は共に、年越しとなった。節分、追賀式の吉田神社では、今も、節分の年越しそばが食されている。京都の古習慣、水市を引き合いにした大阪寿司長。 組合広告チラシを九百四十年頃配布した大阪の寿司店店主が篠田光ちへ九百六十九年話した大正時代の新高校新古イコール上新古の持ち。広古イコール新古巻き寿司丸被り加外起源説。伝聞や九百三十二年の寿司業界広告チラシの下流回帰原説が史実のように取り扱われているが恵方巻きの起源 発祥は、諸説存在しどれも信憑性は定かではなく複数の説がある。なお、古来より商家が集中する大阪の中心業務地区で、ある問屋街であった船場に、色町が存在したという歴史はない。巻寿司が初めて文献に登場したのは、料理産会合巻に白、白某五七1749年や、新鮮混立部類集、佐伯元明著。 1776年である。さらに期限をたどりにも、巻きは、大阪言葉では、巻き寿司だけでなく、うどんのおだ巻き虫、卵巻き、う巻き、京言葉や大阪、船場言葉では、ち巻きの略であること、ち巻きは、節分で、豆のように巻かれていたこともあり不明である。1960.1961年に、京都の寿司店は1800年代のある年の節分の、日に、 大阪近郊の猿村、現在のこの花く連合付近と、規定に住む老若男女が集まり、巻き寿司を食すときに、切り分ける手間を省くために一本丸被りをしたという、エピソードを聞いて売り出したとする説もある。定説はない。九百六十二から九百六十四年度の民族調査、日本民族地図、大正末昭和初期の日本の食生活全集」を参照しても、 大豆、イワシを食べる習慣はあっても、立春の節分に巻き寿司を食べる記載は付けられておらず、節分に寿司類を食すると記録されていたのは五目、チラシ、東京、五目寿司、握り寿司、静岡県、寿司、徳島県、愛媛県であった。靴沢が参照した、篠田光の寿司の本、1970年では1969年に、 大阪市上本町の寿司店、緑が著者たちへ語った大正初期の花町あたりの伝承が伝聞記録されている。寿司店、緑は1940年、大阪寿司商組合の広告チラシを配布している。と記述され、1969年当時は、何はっ子である、篠田光、塩寺基地邸、大阪市立博物館の平山敏春老館長さえ、 知らなかった事情が伺える。新高校という大阪言葉はないが、新古は、新持ち新古のち京都では白糸と、ここは新古、お新古、京都では、お高校である。巻は、大阪言葉で小田巻、卵巻、巻寿司、船場言葉で、ち巻の略称である。新古すなわち上新古のちは、ち巻の中身でもある。橋は、明治年月に、 大阪市へ編入された旧天王寺村エリアである。1955年の体験で、1841年創業の大阪、船場は、吉野寿司の退散も、節分の巻寿司は知らなかったと証言している。1932年、大阪寿司商組合が、販売促進の目的で、巻久しと福野神節分の日に、丸かぶりと題する広告チラシを配布し、 幸運巻きことぶき氏の宣伝を行った。1940年、大阪図司賞組合講演会にて、節分の丸かぶりことぶき氏に関する広告チラシを発行した。当時の価格は1本20銭。1932年、大阪図司賞組合は、節分豆との比較で、下流会での巻き寿司風習を述べ、1940年は、 カ流会ではなく身の日に寿司を食する京都の古習慣である水市を例に挙げて説明している。水市、小寿司は内禅市小寿司所の助管。水市、水市は下女も意味する。ひな祭りは上司の節句。前回広告チラシを配った際の1932年の2月4日、旧暦12月28日節分の日の絵とは、木のと羊であるら、1940年は、 先令1932年が、身の日であったのを鑑みて水市の習慣を例に挙げた、可能性がある。靴沢は、篠田だが、緑寿司の久保島一から1969年に、聞いた伝文、大阪市内天馬の、本福寿司田で保管されている1932年の、チラシの記述、大阪市内の緑寿司が配布した1940年の、広告チラシの記に、 大正時代の記載があるため、大正時代からの習慣であろうと推定。寿司業界がそれを利用して、古くからの伝統であるという触れ込みで、販売促進活動をしたということは言えるとした。大阪歴史博物館は、船橋源説、加害風習説も不明で、昭和初期から寿司業界関係者が宣伝していたが、戦後も知名度は、極めて薄かったとしている。 1949年、土曜の牛の日にうなぎを食べる習慣に対抗する販売促進手段として、大阪寿司商組合が戦前に行われていた節分の丸かぶり寿司広告の復活を拡作した。1955年頃、元祖タコ商の山地正彦が当時行っていたのり販売の促進活動の一環として、絵本巻きを考案。昭和40年代前半には、 大阪の,のり苔問屋共同組合と寿司組合が連携し、行事普及活動の一環として飛行機をチャーターして広告ビラを巻いた。ただしこれは経費方により一回のみの実施に終わった。1970年代半ばからマスメディアに取り上げられるようになり、以降は再び定着するようになった。1973年から大阪海苔問屋共同組合が作成したポスターを 寿司屋が共同で店頭に張り出し、海苔を使用する太巻きを幸運巻き寿司として反則キャンペーンが展開された。1974年に大阪の海苔店経営者らがオイルショック後の海苔の需要拡大を狙いとして巻き寿司早食い競争を節分イベントで開始。1977年に大阪海苔問屋共同組合が道頓森で行った同イベントが、 マスコミに取り上げられたこと、関西厚焼き工業組合も同時期頃に宣伝活動を開始したこと、などが契機となって徐々に知名度が上がり浸透していく。その後も大阪では1月最終日曜日にトンボリ、リバーウォークで巻き寿司早食いコンテストが継続しているほか、節分当日に大阪天満宮で1000人巻き寿司丸かぶりイベントが行われている。 小僧寿司は1980年代中盤より、縁起巻き、1986年商標出願、1989年登録の名称で全国展開を行い、毎年キャンペーンを行っていたものの、さほどブームにはならなかった。その後、セブンイレブンが丸かぶり寿司に目をつけ、絵法巻きとして展開したことで、本格的な普及がなされることになる。1989年、 広島市にある加盟店7から8店舗を担当していたオペレーシンフィールドカウンセラーが加盟店オーナーとの会話の中で恵方巻きの存在を知り新たなイベントとして広島市のセブンイレブンが販売を開始1990年以降販売エリアを広げ1995年から西日本に販売エリアを拡大1998年に全国展開をしたことで急速に普及した 2000年代に入ると全国の各コンビニで販売促進キャンペーンが行われている。スーパーマーケットでは大映が関西地方で1980年代頃には販売を行っており、関東地方の一部地域では1990年代前半から販売開始、ジャスコでは1992年から全国同時に販売を開始、などのように、 同小売業体でも宣伝活動が行われるようになった。2000年代以降は地方の小規模スーパーや個人経営店も参入する動きがある。2000年以は列婚列神社、栃木県下津川郡美部町の節分祭で太巻きを食べる行事を同県内の神社で初めて取り入れた。同神社では節分祭の参列者に振る舞われる夢福巻き寿司という大野巻きがあり、 境内には、風水の法移盤の上に立つ、福巻寿司発祥の地の石碑がある。宮司が真珠を取り行った後、拝殿内で太さ約5センチメートル、長さ約20センチメートルの太巻を配り、太鼓の合図と共に全員が、今年の絵法を向いてその太巻寿司を丸かぶりする。太巻を鬼の金棒に見立てて邪気を払うという意味があり、切らずに長いまま、 太巻きを食べることで、縁を切ない、服を巻くという意味も含まれ、払い嫌い服の記念を行うものとされる。密館の調査による、絵本巻きの認知度は、全国平均は2002年時点の53%が、2005年には88%となり、マイボイスコムの調査では、認知度と食べた経験に関して、 増加傾向となっているが、実際に食べたと答えた人の全国平均は2006年の時点で54.9%である。2018年のアンケートでは、全国での恵方巻きの認知率は84.2%、喫食率は61.1%となった。2007年の日本全体での販売本数は約3000万本。 2008年2月2日と2月3日の2日間で、セブンイレブンだけで388万本、コンビニ大手3社で約700万本が売れたという。また、実際に、恵方巻きを食べるかについての地域差は大きく、2008年12月、後半にアイシェアが行った調査では、関西、中国、四国にて、実際に食べるが、半数以上を占めたのに対し、関東では6割が、 食べないなどの結果が出ている。2011年に、白歩道生活総合研究所が3大都市圏で調査をし、節分行事で何をしたか聞いたところ、恵方巻きを食べたとの答えが48%、豆まきをしたとの答えが44%となり、恵方巻きを食べたと答えた人が豆まきをした人を上回り、全国規模の行事として定着したことを示した。 商業的に売り上げの落ちる1月後半から2月、初旬の販売イベントとして、主にコンビニエンスストアを中心とし、スーパーマーケットなどの店舗にて各地で展開。前述の道頓堀での販売促進イベントの影響もあった。コンビニではファミリーマートが先駆けであり、1983年に大阪府と兵庫県で販売が開始された。 関西厚焼工業組合の宣伝活動は広範囲で行われ、1987年頃には幸運巻津市の宣伝ビラが関西地方以外にも九州地方や岐阜市、浜松市、新潟市などの各都市に向けて送付された。関東では川崎の和宮八万宮がこの年より栄方館行事を開始している。関連する新たな展開として、 節分が2月だけではなく年に4回あることに着目した一部の店舗が2010年から秋の絵方巻き11月の発売を開始した2011年夏の絵方館8月はスーパーマーケットやコンビニ業界で行われたスーパー関係では引き続きイオンコンビニ関係ではファミリーマートが新たに展開を始めた2012年 夏の絵法巻では新規参入が増えて幅広く行われた。スーパー関係では引き続き展開しているイオンではドラえもんを利用した商品を発売したほか、新たにサミットやヤオコーなどが夏の絵法巻に参入。コンビニ関係では引き続き夏の絵法巻を展開しているファミリーマートに加え、セブンイレブンやサークル系サンクスも追随するなど年々動きが広がっている。 春の絵法館5月については同時期に単語の節句が存在しているため新たな商戦を行う必然性が薄かったが夏秋の絵法巻きが定着するにつれ徐々に売り出す店が出てきている2010年代に入ると販売店側が大量に絵法巻きを生産または発注するようになり従業員やアルバイトにノルマや自爆営業といった形で 強制的に引き受けさせる事例が相次いだ。また、売れ残った大量の商品が廃棄されるなど、食品ロスも問題視されるようになったことから、2019年には農林水産省が恵方巻きについて需要に見合う販売を行う、ようコンビニエンスストアやスーパーマーケットの関係団体に文書で通知する異例の対応も行われた。 ファミリーマートは2019年度から完全予約制にして売れ残りをなくす。全国への広まり方はバレンタインデーホワイトデーオレンジデーの貸し贈等と同じく節分に関連する商業的イベントとして乗り業界やコンビニ業界など関係業界の主導のもと絵本巻きを巧みに利用して販売促進を目的としている。2000年代後半以降は 絵法巻きの他に便乗商品に関連する商船が加熱化している。節分に関係の深い食材である豆やイワシに比べ、絵法巻きは様々なアレンジが可能であることから新たな商品開発が行われ、2000年代以降には本来の太巻き寿司だけではなく海鮮巻、きハフサイズなど食材、大きさの多種類化や阪神タイガースバージョントラ10巻のような 公認グッズが出現した。また、東武百貨店などの百貨店でも中華、洋風といった複数種類の絵法巻を用意た。2013年には金箔を圧着させた焼き海苔を使った絵法巻が数量限定で発売された。また、本来の太巻とは全く関係がない食べ物にも絵法巻を模した商品が隠し展開されている。例として以下のようなものがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。